が昨日なんかすごく優しくて君じゃないけど何かこちらとしてはそんなつもりないけど君じゃないけど何かやっぱりてんじゃんてか聞こえてんじゃんそれ頭の中お花畑だとか少女漫画だとかもなんだってどうだっていい So 今すぐ君に会いたい君に会って確かめてみたい世界の断り愛の定義幸せのカテゴリーまだまだ君を知りたいこんなセリフがどんなにカッコつけよってだって始まりゃしない君じゃなきゃダメみたい今頃になって気づいたところでさ明日も家の前通るわけだけどてか期待してんじゃんそれ君じゃない君の際噂話だとかご近所付き合いだとかもなりふり構ってらないそう確かに君しかいない君だけにはありのままいたい笑い転げたり口垂れたり泣きべそ強かったり自分でも笑っちゃうんですけど他の誰かじゃもう満たされやしない君じゃなきゃ意味がない